こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国は近年、日本の領海内侵入対応力を見ています。中国海軍元帥が、領海内侵入は何度か行われています。ですが、何も日本の防衛力は、海底での潜水艦対応だけではないのです。日本がひた隠しにする探知能力を見ていきます。静粛性では、世界でトップと言われる海自潜水艦だけではなかった。やはり日本の、技術力はすごいですね。2020年6月18日から20日にかけて、奄美大島並びに横島島周辺のトカラ海峡、日本の接続水域内を潜航したまま航行する潜水艦が発見されました。この潜水艦は中国海軍所属と推測されましたが、水中に潜ったままで接続水域を通り抜け、南西方向の東シナ海に抜けたという報道がありました。といっても、当事国であるはずの中国からは、何の動きもありません。また、所属不明の潜水艦ニュースを発表した日本の防衛省側でも、将来的な防衛任務に、支障がないようにと気遣ったのか、具体的な証拠などを掲示することは控えたようです。そのため、所属が中国だと確定してはいませんが、中国海軍の所属と推定される潜水艦とみされているのです。もし、そうだとするなら、2018年1月、尖閣諸島近海の接続水域を航行してから約1年半ぶりの行動ということになります。前回の場合、海上自衛隊に追跡された中国海軍の小旧原子力潜水艦は、仕方なく浮上することになり、中国国旗を掲げることになりました。国旗があるのですから、国籍は明らかです。そして、艦のクラスや種類までも明かす羽目になってしまったことが話題になりました。海自の有能な護衛艦に追いかけられた小旧原子力潜水艦が逃げ場を失ったことが原因ですが、結果として正体を明かさなければならなくなったのは、国際法上禁止されている接続水域内を潜ったままた航行したためですから、自業自得の結果ではないかと思ってしまいます。しかし、この事実は、秘匿性、他に存在を知られないことを最優先とする。潜水艦が、あえて、その存在を相手にさらすことは、通常であればありえない事態です。ですから、日本だけではなく、中国でも、この潜水艦の行動を、問題視する声が上がったといいます。今回の場合、海洋自衛隊の P1 戦闘機並びに P3 哨戒機と護衛艦、加賀、など、複数の艦艇が、当該潜水艦を追跡していました。海上自衛隊としては、とっくに、艦級艦種どころか、個別の艦まで、識別していたと思われます。しかし、海上自衛隊では、潜水艦を発見した方法はもちろん、何も手の内を、明かしていません。つまり、詳細な情報は、何一つ公表していないのです。
相手のスペックだけではなく、こちらの能力も測られてしまう恐れがありますから、隠すのは当然といえば当然なのですが、海上自衛隊は敵潜水艦を発見するために、艦艇や追潜哨戒機のソナーだけではなく、海底の固定型も所有しているとみられています。こうしたソナーを用いた手法、水中音を捕捉するに加えて、水中の電流を感知する方法、水中の温度変化を感知する方法など、複数の手法を併用して、潜水艦を探知している可能性も考えられます。ここで、探知方法について少し紹介しますね。水中の電流を感知する方法としては、潜水艦の船体腐食防止用として、防食用電流を発生させているのですが、それをセンサーで捉えています。あるいは、漏電した電流や航行中の潜水艦が地磁気に与える電流などを、磁気センサーで捉える方法などがあるそうです。温度変化の感知方法は、潜水艦が潜航する場合に水流が発生しますね。原潜ならば、高温の排水が発生しますし、通常動力型ならば潜航深度に、対応した低温の海水が攪拌されるので、その温度差を捉えると考えられています。といっても、海自の潜水艦発見方法や正体が分かった後の対応に関しても公式見解が示されていません。これはあくまで現時点での筆者の憶測に過ぎませんが、一番気がかりなのは中国海軍の潜水艦の艦級と種別でしょう。2018年1月は潜水艦が自ら浮上したので、形状から、小、旧、原子力潜水艦ということは間違いないのですが、今回の潜水艦は、何だったのかと推理しますと、039A 型の攻撃型、潜水艦だったのでないかと考えられるのです。039A 型潜水艦は、NATO、北大西洋条約機構での別名は、元、型とも、呼ばれている艦艇です。艦艇の大きさを示す、基準排水量は2000トン、水中排水量は2400トン。全長 72M、最大幅 8.4M で、比較的小さいサイズの、通常動力型潜水艦ということになります。さて、この潜水艦は、2006年、平成18年に一番艦が就役をスタートしました。現在までに計13隻が実戦配備されています。さらに7隻を作る計画があるので、中国海軍の通常動力型潜水艦としては、2020年現在でも、最新の艦級と言えます。この 039A 型潜水艦の前級潜水艦 039 型以前の旧式潜水艦は自国沿岸部の担当となり、最新型の 039A 型潜水艦は太平洋につながる外洋を担当していると推測されています。このため、6月に日本の接続水域内を水中に潜ったまま通った潜水艦は、039A 型潜水艦と思われています。太平洋方面から東シナ海へと抜けたことから推測すると中国へ戻るところだったのではないかと考えられているのです。近道したかったんでしょうか？
039A 型潜水艦には、非対機依存型推進のスターリング機関とディーゼル機関の両方が搭載させている潜水艦です。この潜水艦がタイへ輸出されたことも確認されています。潜水艦が通り抜けた奄美大島並びに横島島周辺の日本の接続水域について説明しますと、地理上ではトカラ海峡と呼ばれています。地図を見れば一目瞭然ですが、この島々をめぐる中国と日本の両国の公式見解がもともとから対立をはらんでいました。ちなみにトカラ海峡というのは鹿児島県南方沖にあります。海峡とはいえ狭い海域ですから、完全に日本の領海内にあることは一目瞭然です。余談ですが、トカラ海峡のあるトカラ列島は鹿児島県に属し、12もの島嶼で成り立っています。群発地震の震源地としてよく報道されることもありますね。距離が近いこともあって、古くから薩摩藩と琉球の間を取り持っていたこともありますが、琉球が薩摩に侵攻された後は薩摩藩の支配下に入りました。第二次世界大戦の終わり頃、沖縄へ向かっていた境船対馬丸がアメリカ軍に攻撃され沈んだのもこのトカラ列島の中でした。本題に戻りますね。トカラ海峡をめぐる日中の対立の原因は、トカラ海峡を国際海峡と認めるか否かという問題です。日本は、無論、国際海峡ではないという立場です。日本の領土である。トカラ列島内を横切るのですから、自国の海峡と判断しますよね。ところが、中国は違うと主張しているので、真っ向から対立する意見と言えましょう。中国が、トカラ海峡は国際海峡であると、主張する理由は、国際海峡ならば潜水艦が潜ったまま通過できるからということです。大手を振って日本の鼻っ端を通ることで日本に圧力をかけたいという意図が感じられますね。日本は前述の通り、トカラ海峡は国際海峡ではなく日本の接続水域であると主張しているので、ここを通るなら無害通行。潜水艦なら、海上に姿を現して航行するのが当然であると言っています。今回は、中国海軍所属とみられる潜水艦は丸2日間、約3ノット以下と、見られる非常にスローなスピードで先行航行を続けていました。この事実からも、かなり意図的に行動していたのではないかと考えられています。2016年1月の場合と違うのは、最終的に浮上して国籍を明かしたかどうかですが、2016年時点で自国内から多くの批判を受けたことで、2020年は、あくまで浮上しないという姿勢で一貫したのかもしれません。だったら、人様の庭を通るなよと言いたくなってしまうのは、筆者だけではないでしょうね。中国の原子力潜水艦、その性能にびっくり。海上自衛隊潜水艦にすぐに見つかり、世界で有名に。